おはようございます。ハイダップの長野総一郎です。今日は夏の琵琶湖ということでめちゃくちゃ暑いですけど、ハイドアップでブラッシュ動画第一発目ということで、私総一郎がやることになりました。よろしくお願いします。毎日出てるガイドさんではないんで、週1とか週2とかで、まあ、釣りには来てるんですけどまあなるべく夏らしいいい釣り見せられたらなと思うんで、よろしくお願いします。もうちょっと大きくとウィードボッて生えてるんですよ。めっちゃ濃いウィードが、ちょうどそのウィードの浅いフラットがあって、でそのとりあえずその背の低いところをちょっと狙ってるっていう感じですね。来ましたよ。来た。よっしゃ。よし。お。お。うい。やってきた一発。ワイドで。はいはい。どんどん来なかった。はい。ちょっとだけエビモが見えてて、そのエビモの際に落として。真夏バス。で毎日受けない中で釣りに出た時に、まあ心がけてることっていうか、まあ、自分の中で何かをやっぱ限定することですよね。例えばまあルアーをあれもやりたいこれもやりたい、エリア的にもここも行きたい、あそこも行きたい、あっちも見に行きたいってなってしまうと、やっぱ一日じゃもう時間足りないんですよね。だから自分の中で何かを縛っていくんですよ。例えばルアーを縛る、エリアを縛る、その狙いを縛る、例えば瞬節にするとかビードエッジにするとかで、あとはそのアプローチを縛るとかで、何かをこう限定して、でその条件に合うところを一日で探していくっていう感じ。何でもいいと思うんですけど、まず自分の釣りたい釣りを見つけて、でその釣りたい釣りがまず釣りができる場所を探していく。例えばこの例えばジグをやるのに水面までウィードがあるようなめちゃくちゃもじゃもじゃしたところやったら釣りできないじゃないですか。あ、違うか。でそのルアー、例えばラバージグだったらちょっと他のところよりもウィードが薄くなって引けるとか、でトロロが引っかかるところも基本的にやっぱり釣りにならないですし、これが気持ちよく引けるぐらい、まあなるべくこう硬いウィードが、まあ、薄く、まあ、少しこう生えているようなところを選んでいくっていう、でその釣りになる場所をどんどん釣っていって、でその中から釣りになる場所の中から釣れるエリアを絞っていくっていうのが、まあ一つのこれも釣りの楽しみ方じゃないかなって思うんですけどね。周りは結構こうやってリードが高いんですけど、まあもがり、多分もがりだと思うんですけど、こういう抜けてるようなポイントのそういうエッジなんかを狙ってます。来た。くっそ。
あ、ぴったいか。あれどこや。おー、いた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 。はいはいはい、よいしょー、よし、やったー。めっちゃ風吹いてきたけど釣れてよかった。張ったらギュギュって持っていきました。それギュギュって持っていく感じがたまらんのですよね、ワイドの釣りって。出る回数が多分できたら少ない人ほど1回の釣りの時に、まあもし南港全域でまたれば釣りができるボートとかやったら1回はこう1日の中でこうぐるっと見て回る時間を作るというか、僕割と結構やるんですけど、例えば状況がなんか全然変わってって、まず大体あさって前回釣れたところとかにビヤーって行ったりするじゃないですか。で釣りします、なんか釣れません、なんかウィードもなんかめっちゃ成長してるし、あれバスどこ行ったんって普通になるんですけど、そしたらとりあえずまあ、釣りしながらですけど、あのぐるって見て回るんです。あの僕割と半時計回りでミクから出て、まあミクから出てというか、まあその釣れてた場所からとりあえずこうぐるっとこう回ってみて、で一応その時その時でウィードはここは多いなとか、ここは少ないなとかっていうのを把握しておくんですよね。でここは全く生えてないなとか、で自分がいざ釣りしてたところで、例えば先週すごい釣れました、今週行きました、でウィードめっちゃ伸びててなんか釣れなくなってますって思ったら、じゃあ今度はそのこの前ぐるって見て回った前までウィードが生えてなかったところに行ってみるとか。あ、来た、うっしょ、おっしょ、いい、まあまあ出るな、これバレんなバレんな、よいしょ、よいしょ、よっしゃ、いい、よし、ちょっと大変だ。うい、ワイドのチャート、これ一応形上平べったいじゃないですか。でこうしたらすごい表面積大きくて見えますよね。でもこうしたら見えにくくなりますよね。で要はその見えると見えないのシルエットの差ができるのがこの平べったいワイドの多分一番いいとこっていうか肝みたいなもんやと思うんですよね。でそんなにその劇的なピンスポットとかじゃないですけど、やっぱそういう何かを狙うときはマカブイを絶対入れると。結構遠いですね。でああいうマーカーブ入れることでその狙いたいところがあって、こう順番にやってって釣れない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 で、じゃあいないっていうことで見切ったりもできるんですよね。闇雲に何回も同じ場所に投げてても、そしたらいつ見切ったらいいのっていう話になりますし、ああいうのを置いとくことでこう見切るタイミングを作るきっかけとかにもなると思うんですよね。今ちょっとめっちゃちょっとでしたけど、なんかスコってビード抜けてるとこあったんで今戻ってます。これで、あっと思ったらこれ絶対入れる。ちゃんとまあああいう、まあ、僕はもうとりあえずああいうマーカーブ入れて、こっちが生えててこっちが生えてないっていう、そのもうちゃんとはっきりとあるとことないとこを認識した上で、でこっちかなこっちかなって言ってこう狙って投げていく方がやっぱり闇雲に投げてるよりも釣れますね。よっしゃ、よっしゃ、よっし、まあまあいいっすよ、よいしょ、
よいしょ。あー、それいい。爆風の中来た。よっしゃ、連発や。サイズはどうや。うわー、だやだや。うーん、まあまあちゃうのこれ。よっしゃい、よいしょー、連発です。まあ、ワームがやっぱなんか存在感ありますね、これ。ある程度でかい方が。おお、気づけばまあまあ吹いてきましたね。きた。よっしゃ、おっしゃ、きた。あれ、おお、よしよし、まあまあでかいじゃんこれ。どや、おっしゃ、おっと、あー、バレた。マジで、でかかった。あいつはね、きっとね、今日一小さかったバスです。さあ、おーった。よし、今度はマラさん絶対。どこやどこや。わあ、ちょっと怖いなこれ。こっち来い、こっち来い、こっち来い。よし、おっつ。よっしゃー。取った、取ったよ、ワイドで。あー、よし、オッケー。